霊岩寺は京都鹿ヶ谷の哲学の道沿いにある南禅寺派の尼門跡寺院です。昭和3年1654年後水の天皇の皇女浄法真院の宮総長を会期として炎上寺跡に創建されました。以来明治維新まで5人の皇女が住職となり霊岩寺尼門跡と呼び、また谷の御所とも呼ばれています。境内には多数の椿の名木があり、椿の寺としても有名です。創建時に御祭天皇の宮殿をもらい受け、表門、玄関、書院、居間などは江戸時代の姿を見ることができます。書院内部には加納永徳と元信や丸山応挙の筆と伝えられる襖絵や障壁画、そして歴代天皇位牌の寺宝が多く残され、中でも御所人形の名品はあどけない表情でみやびやかな趣味を今に伝えてくれます。書院の前に広がる庭園は、背後に東山連峰の大文字山より伸びる稜線をうまく使って作られた池泉観賞式庭園で、江戸時代の作庭の組石と灯籠を調和された格調高い庭園となっています。本堂は方形造りで、寛政6年1795年に11代将軍徳川家斉の寄進によって建てられました。本堂内部には絵心僧図作の如意輪観音像が安置されています。霊岩寺の邸内には樹齢350年以上の日光椿のほか、30種類の名椿が植えられており、春には椿の花が見事に咲き、また秋には京都の名木に数えられる楓が紅葉し、庭園を彩ります。
霊岩寺は一般公開されていませんが、春の椿、秋の紅葉の時には特別公開され、多くの方が訪れます。岩寺は門跡天寺のみやびやかな雰囲気の中、見事に咲き誇る椿に包まれ、一層のあでやかさを感じさせてくれる寺なのです。